みなさん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。2人のクラシックの会、歌の横山達夫です。そしてあれ、はじめさん、はじめさん、始まってますよ。ピアノ担当の神田はじめです。はい、だんだんバージョンが変わってきましたね。さあ皆さん、この曲は何かご存知でしょうか？あんちゃんが時々吹いてたええ音がするもの、あれ聞かせてけろ。ありがとう。おしん、これお前にある。こちら国民的ドラマおしんからのワンシーンでございました。実はこの庭のちぐさは翻訳で元の曲がありまして、それはアイルランド民謡にアイルランドの国民的詩人トマス・ムーアさんという方が詩をつけた夏の名残のバラという曲があるんですね。こんな詩でございます。ざっと短く要約しますと、夏の名残の寂しいバラよ、仲間が眠りについている花壇にお前を散らしてあげよう。そして共に眠るがよい。そして私もその後に続くだろう。愛する者たちがいないこの寂しい世界に誰が一人で生きていけよう。こんな詩だったんですね。この美しい曲を日本に翻訳したのが羽生の宿でも有名な里見忠先生なんです。この里見先生、この夏の名残のバラという曲を日本にするためにいろんなテクニックを使われました。まずバラではなくて菊、日本の親しみのある菊に直しました。そして枯れてという言葉は枯れての裏に同音異語で離れてという意味の枯れてという意味が隠されています。遅れてというのは遅れてという漢字の意味と古語の送る、これには死に遅れて残されるという意味があります。梅雨というのは涙、霜というのは人生の観難の意味、おごるとは相手に負けず堂々としている意味、つまり霜におごるとは苦難に立ち向かっていくという意味なんですね。三竿は一人の伴侶を愛し続ける、哀れは元折宣長さんが言ったようなものの哀れと読んだように、あるものに接した時にかわいそうだなっていうんではなくて、こうなんか湧き上がってくる心の情緒みたいなものを哀れと読んだんですね。霜に負けず凛と残された咲き誇っている白菊を見た時のこの哀れを最後歌ったんですね。今回この庭のちぐさを歌うにあたりまして、スペシャルゲストが来てくださいました。この方です。皆さんこんにちは、横関咲江です。それではアイルランド民謡里見忠日本語訳庭のちぐさスペシャルバージョンでいってみよう。一人遅れて咲き
人のミサをも次の動画で。ありがとうございます。